たたまたまテレビをさつけててなんかいろんな番組いや寝る前にさこうピコピコ見てから寝るんだけどさなんか見たいなったら録画しに行こうと思ってピコピコ回してたらさ何ちゃんだろうピコ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 ってこうピッて押したらさたまたまスカパラさんが出ててすごくないっていう奇跡が起きて湧いてました。 すごかった。びっくり、嬉しくて涙で揃った。たまたまよ。あ、つかばらってなって、止めた。わいた。でもちょっとなんか画質が荒かったっていうか、自分のおしもじしたのであれですけど、目が腫れてます。寝る直前なので、はい。かじらじにしましょう。すっぴんです。そう、もう本当に寝る前で。よいしょ。 今日はラジオです、もうラジオにしますほんとんか寝る前日記の T シャツにえー、っとアップが日記のえー、っとユニホームみたいなのをこう羽織って寝て寝ようとしてるんですそうなの、すごくないこのファッションそして眼鏡をかけていましたけどそうですじゃあ ラにしましてはいあこの画像も変えなきゃな皆さんこんばんはあじゃあ電気を消してムードも作りますかですねあ暗いないいですね,いいですね皆さん「アップアップガールズか」なかっあ噛んじゃった「アップアップガールズ」かっこにきのじゃ待て アアップアッププガールズかっこ2期梶島彩の「梶ラジー」そうそういう感じでやりたいですね。はいということでこのラジオはですねいつも急遽開催するんですけど夜中が多いですねいつもやっているショールームを、えー、ラジオにしちゃおうっていう私は。 えー、一つの夢として自分の冠番組を持ちたいという一つの夢がありますがその夢がいつ叶ううんでしょかかねそれ言い始めてからだいぶ経ちますね、うん、まあ私は夢を大きくでっかく見てしまうので大きいこと言いがちなんですけどねえちょっと夢が叶うように頑張りたいなと思いますね。 えーと2年前くらいの時にスタッフさんに言われたのがラジオはやっぱ絵がない分本当に喋りだけで皆さんを楽しませなきゃいけないだからすごく難しいことだでもやってる人たちは本当にラジオをもう冠持ってるだけでも本当に話す力がつくと言っていましてじゃあもうその もともとラジオが嫌いだったわけじゃなくって好きな番組とか割と聞いてたんだけどまずラジコの猶予会になりこうわーっと見るようになりましてそうだからねそこからずっとラジオもこんな感じでやるんだとかこういうのやってみたいなとかいろいろありますけどもまだ夢,夢はねなかなか叶うことはできていないので今年も今年も もうすぐ21歳になりますけど、あと2ヶ月後か21歳になりますけど、ちょっとまだ夢はずっとこれは持ち続けていきたいなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね。あ、音,音量大丈夫ですか？皆さんちょっと割とマイク近くで喋ってますけど、あたくさんコメントありがとう。ちょっとコメントももちろん読んでいきますけども今日はですね。1日ほぼ。 ほぼって言ったらことだけししてて生きていきましたなんかこうしばらくなかなかこうテレビ見る時間とかもなあんまり撮ってなかったのでなんかねゆったり今日はちょっと過ごさせてもらいました朝皆さんの配信皆さん朝のねショールーム配信をしてすぐ寝て <laughs> 割とすぐ寝ました。 でも最近よよくご飯食べるのよでなんかすごいご飯食べるなって思ったらさ太ってたなんかね昨日と今日で全然体重違かったのねじゃあおとか一昨日測った体重よりもすごい増えててあ私ってほんとすぐ増えるって思ってそうそうすぐね ね、もうぶってなっちゃってちょっと焦ったんですけどよく食べるわけでさ食べることに興味がもう今すごいから何だろうと思ってたら知らない間に料理にもちょっと目覚めていましてですねペペロンチーノを今日作りました前回実はもう一もう回ペペロンチーノ作ってて今日で2回目になるんだけど前回はね焦がしてもう一回作ってやっとペペロンチーノできたんだけどなんか香ばしかったりとかなんかね すごい味濃かったりとかかなんか微妙だったの美味しい私が知ってるあの鎌倉パスタとか美味しいあのペペロンじゃないペペロンじゃないよって言いながらママと一緒に食べたんですけど今日もね作ってまあ作り方は覚えてると思ってレシピをこうあんまこうってじっくり読みしないで見ちゃちょっと作っちゃったっていうのもあってちょっとバタバタクッキングになっちゃったのよ。 そうそうあ忘れた,あれたあ忘れた忘れたわーわーわーとか言ってたママがすごい隣で笑っていましたけどなんとか作り終わって食べたんだけどやっぱしょっぱいんだよね何だろうもともと私すごいしょっぱいの好きでう調味料と結婚したいよっていうくらいしょっぱいの好きなんですけどうんなんかねやっぱ味付けしょっぱくなっちゃうんだよねちょっとまだね 理由が解明できてないんだけどちょっと頑張って薄味を心がけていきたいんですけどうんそうそう味が濃くなっちゃうまあね愛情も濃いからね私の場合愛情が多分味になっちゃうんだよねわかるーだからちょっとほんと頑張っていかないとね愛情はね心だけにしてやっぱね気合入っちゃうんだろうなって思う味見したのだからねあのスパベッピー1本で食べると全然さ 美味しいのでもねスパゲッティの束で食べるとさめっちゃ味濃いのよだから1分じゃ分かんないのだから私一回フライパンの上で「上でいただきます」してフォークとかで食べないといけないのかなって思っちゃった、うん、なんかスパゲッティの味見の仕方まで下手なんだね,ねできるだけ薄味にすればさ食べるときに濃くできるからねと思うんだけどね うん oh、本当に難しいです。で料理はねママに聞くと私って料理うまい方下手な方って言ってやっぱ下手な方らしいのでかっこいいものが作れるようになりたいなっていう話をしたんですなんかもう分かっただから今日も一人でやってたんだけど一人劇場やってたんだけどあーお腹すいたマジであおなんか作ろた 今何やるかな冷蔵庫ペペロンチーノでいいみたいなのをやりたいのなんかそこのペペロンチーノでいいの部分をちょっと変えたいんだよねなんかかっこいいのないってママに聞いたらグラタンはって言うんだけど私グラタンはさ時間かかりそうだしょあんまり私がそんな,なんか好きだよ好きだよとかじゃないからさ 逆にうちさグラタンにケチャップわーって上からかけちゃう人だからなんかあんまりこう見苦しいだろうなと思ってなかなかできないですよねっていう、うん、なんかちょっと皆さんにかっこいいもんないかな,なか北京ダックじゃないけどさなんかそういうなんかおしゃれやんかっこいいじゃんみたいな料理を今探してるところです味濃いの好きなんですよチャーハンあチャーハンかっこいいかもねうんチャーハンはでも絶対作れるようになりたいからこの今度ジシ島チャーハン作ったら皆さんに乗っけますわ パエリアローストピーク。そんなん書いてなかった。ロー,ローフストロガ,フガノフだって。あえなんだそれ。あんなれ知らない <laughs>。やばい。ちょっと。北京ダックっておしゃれじゃないって思って、ずっと思,思ってる。だからママにいつも、たまにさ、こう夜ご飯ママが迷ってて、何食べたいって聞かれるじゃん。そしたいつも私、北京ダックって答えるんだけど、 ママね毎回面白いリアクションしてくれるんだよねうのママ「ペケンドッカみたいなさ <laughs> リアクション <laughs> すごい毎回新鮮なんだったよね <laughs> それが面白くてさ毎回言うのよ <laughs> みんなもさなんかもしね友達だったりほ、ね、本当に実のお母さんだったり是非やってみてください。<laughs> そうやってみて面白いから <laughs> ほんといいようちのママいいよいや北京ダックもうち作って食べたことあるかなぐらいのレベルなんだけど <laughs> おすすめえじゃあ皆さんにおすすめですねねすごい面白いよみんな「北京ダック!」ママがすごい声出してくれるからはいということで先ほどツイッターの方で、えー、ありがたいことにあその前にねえっとハッシュタグ カジラジお便りで、えー、少し、えー、急遽でしたけどお,お便りを募集してみたんですよ。したらね「来たよゼロじゃない」。ほんとにすごいね。じゃあ,あお便りあげるわとか思ってやってくれてるってことだよね。すごい嬉しかったお便りと。上に今 出てるんですけど良かった今っても間に合うので全然お便りお待ちしておりますからねあのー、何ツイッターで募集してます面白い本当私も楽しい本当にラジオやりたくて <laughs> 本当にラジオじゃあ自分で作っちゃえって思ってねはいということでたくさんのお便り本当にありがとうございましたうわすごいいっぱい来てるじゃんもうさっきよりも全然来てる どれにしよっかなあっハッシュタグカジラ状態よりえっとラジオネームビレッジブリッジさんですありがとうございます外出できない日々が続いておりますが運動できない状況でも体型を維持する秘策は何ですかアイドルカジシマエちゃんの体型情報をお聞きしたいですやっぱオープニングで太ったとか言うんじゃなかったよ <laughs> 本当に私はですね あの、本当に1日で体重が多くて2キロぐらい変わっちゃうんですよ。だからその日に食べる量がすごく大事なんです。って思ってたんだけど、ちょっと20歳超えてからそんな体重変わんなくなってきたわ。<laughs> そう、本当すごかったの。1日ご飯食べなかったら3キロぐらいさ減ってたりとかしてたんだよ。なんでその減るんだ。どこから排出していくんだろうとかずっと思ってたのね。でもね、あんまなくなってきたわ。そんなの？ まあそんなことは置いといてでもちょっと太っちゃったとか言ってたんですけどなんか何かに没頭すするるとすごい食べっってことが分かったのね、うん、なんかあんま何も考えてないと割と食べなくて済むんだけどやっぱり太っちゃうので体重管理は常日頃からやり,やりたいって言,言いたいところなんですけど <laughs> 集中的に作ってますあ,あれに向けて痩せますとか。 ああれに向けて戻しますとかがあるかがるなだから私結構波があるんだけどそうそうそうもともと好きな食べ物カップラーメンとかカレーとかポテトチップスとかスナック菓子とか炭酸ジュースとかなのもうニートなのね好きな食べ物がニートなのすごいんだよだから基本的にそのれそれを食べたら,だらだ基本的にそれを食べてると太るから大変なんだよね今は走ってます外 ランニンニグすごいですよ。梶島ののの周りのものを見ながら走ってますそうあんまり人がねいないところをめがけて走ってるんですけど楽しくってね意外とみんな家の周り何やるって言われた時にさ意外とこうつまんないことを思い浮かべちゃうことってあると思うの。 で私も家出る家の周りを歩くことって中学の通学路ぐらいまでだったと思うのねだからそれ以来あんまり家の周りに歩いてないなって思っててそれでワクワクして気になって走るようになったっていうのもあるってさすごいよ今の今全然変わってて私の家の周りも家とか建ってんのそりゃそうなんだけど私さ普通に。 走ってて家の敷地に入ってて「はいおい新しいとこに家」みたいなのになっちゃってさなんか「青鬼」みたいなことが起きたほ <laughs> んとに何か知らないところに迷い込んじゃったみたいなじゃみんなほんとに気をつけた方がいいよあれここあれ道じゃないみたいな「いやほんとごめんなさい」やったなんかすごい大きい家ができてたみたいですごい余って 敷地出るときに一礼して出たんだけど <laughs> あそんなことあるんだって思うくらい入っちゃったんだよね綺麗ですごい綺麗な街並みと思ったら庭だった <laughs> ごめんなさいって思っちゃったけどちょっとみんな気をつけた方がいいよでね本当にあの今までこう中学の時に通ってた通学路だったりとか通ったりしてますそういろ変わってるね花とか咲いてんの そうこういうね外はちょっと危険な時だけど花は咲くから花は強いよね本当に思ったなんか花うちのおばあちゃんすごい花が好きで花のことについてたくさん話してたんだけど私まだちっちゃちっちゃい時にすごい話してもらってたからなんか花の良さっていうのがまだ分かってなかったんだけど今になってね花って強いっていうことが分かった人間よりも強いんじゃないかなって思うことが多い。 ほっといても咲く花っってていいうのがあるんんだもんほっといてもほと人間生きてはいけないでしょどうやって生きようどうやっても生きようとするんですよ花はそれがなんかすごいなーって最近すごい思うんですよねだって踏まれても咲くんだもん赤ちゃん踏んだらだってやばいでしょってうーんなんかすごいなーって思ってます最近思ったこと綺麗です私の家って 自慢みたいにったののっいなっっら私のの家周りて綺麗んです花とか咲いてるしやっぱり街が綺麗ですすごく天然感があってすごい好きですやっぱり自分の家の周りが素敵うんいい意味で変わってないしいい意味で買ってる買ってるとこで買ってほしくないとこは買ってないし買ってるとこは買っててもう変わってるのが綺麗 で私の家の周りってもお店とかないんですよ家、草花学校公園みたいな感じなんですだからねすごくね素敵です友達とか話聞くと出たくないって言うしなかなか私も最初は思ってたこのお仕事するまではねうんなんか千葉県素敵って思った 1一個のお便りにこんな時間かかるとは <laughs> かけちゃったなんかいいお題ありがとうはい続いてどうしようかなあ面白い面白いみんな面白いのがあるあお,お夏もあラジオネームメガネメガネメガネ,メガネさんからです 夏もすぐそこまでやってきましたね。実質に冷房が冷房をつけない。ストイックな暑さ対策のプロ、梶氏梶井さんおすすめうん。実質に冷房をつけない。ストイックな暑さ対策のプロ、梶井さんのおすすめの暑さ、対厚さ撃退法を教えてください。ちなみに自分は冷房の効いたエでアイスを食べて暑さをしのいでます。耐え忍んでますってありがとうございます。お便り。これね！ これね、何だろうもともと私暑さ夏の太陽の暑さはちょっと得意じゃないけど家の暑さがすごく大丈夫なんですよ強めなんだよね。もともと私冷房の効いた部屋で寝たのって寝たことって旅行行った時に初めてぐらいなんですよ。 今まで冷房の聞いた家で寝たことってなかったのそうそうで返し巻二2つに分か,んの分かれててじいちゃんパパ姉ちゃんは冷房がないと寝れないの私ママは冷房があると寝れないのそうだからねそのね2択に分かれててうちはただママに似たんだろうなって冷房があると逆に寝れないんですようんあとはね私の部屋に冷房つけない 理由としてはまあいらないは一番だけどつけたくないっていうのもあってね暑さ対策はまあ扇風機があれば大丈夫ですよ割と扇風機のずっと近くにいたらね体調悪くなりますもんそれくらい暑いですよ <laughs> あとは氷をさ扇風機の後ろに置いといてそのままブーンってやってみ涼しいから。 あとは私は割と螺族なんですけどできるだけ着たくないんですよよくでもあんまそうじゃ怒られるでしょ姉ちゃんとかにだからねパンツとか履かんと T シャツいっゃないで過ごすんよ <laughs> 大好き <laughs> それってなん私だけなのかな割とそういうのも好きやったりします、うん <laughs> あんまりこれよろしくないのかなああ、こ氷,氷の代わりにコー茶のうっとうでも全然大丈夫じゃないその後食べるならね。おすすめ。あとはね、なんで冷房を部屋につけたくないかって言うの、あんま言ったことないけど、ママにもあんま言ったことないけど、冷房を多分つけたら、ここに住み着くと思うんです。それじゃ大きくなれない。 と思っているので私はやっぱ田舎に住んでいるからやっぱアップガニ期としても上に行きたいんですよね梶島アヤとしても冷房をつけるのはアップガニ期をやめてからじゃないですかねだと思いますここのい家はずっといるみんなと一緒に大きいところに行けるように頑張ってるのでっていうのはあるかな <laughs> これはずっと思ってるかもだから冷房つけて終わりだと思ってますだって別に家に冷房があるあないわけじゃないからそうでも今一人暮らしできるような環境じゃないっていうのはまあ確かにそうだからね一人暮らしをできるくらい大きくなりたいってことです <laughs> 頑張ります ね、こだわり変ですよ私ね言われるの別にさ冷房つけたこの親友に言われたんだよね冷房つけたくらいじゃん変わんないからって <laughs> そうなの何うな,なんだけど何かねダメなんですよ私多分本当に怠き者なんだろうねそういうとこがありますおかしいんですよ変なもっと頑張るとこあるんだけどねはい あとはもうケチってるだけですだって冷房絶対自腹で払えって言われるでしょやだもんそんな <laughs> イエーイそういう数ですまあバカにされると思いますけどそれは承知の上なんてお母さんにもいません <laughs> 姉ちゃんに言ったら「はっ」て言われると思いますから <laughs> みんな思ったでしょ私割とそういうとこバカにされるんですう <laughs> まあまあ気にしないですけど続いてどれにしよっかないっぱいいいの来てるなええー。わあどうしようあすごいこんばんはしん俺のせとりが 新「俺の瀬取り」聴いているところですがカジスティックライブでも歌っていたジャイさんの曲がめっちゃ好き今日もアーカイブ見ていたけれど一番好きかもいい曲を教えてくれてありがとうこれからも「俺の瀬取り」楽しみにしてもらってラジオネーム「おいさん」からですおおすごいありがとうございますすごいねこりゃいいわありがたいえっとですね「あわ」かな 音楽のののアアプリワ方ですね私地味にやってるんですけど俺のセトリ公開してます私の俺のセトリこれはねなんだろうなんとなくなんとなくこの期間で更新してますが聞いていただきてんのかね いや正直もう自己満くらいのレベルでみんなに聴いてほしいやけどどうだろうね聴いてくれてんのかなわかんないやっていうところがあるからさ好きな曲を更新しましまた8曲出せるんだよね私がよく聴く曲やしみんなにもおすすめしてほしい曲っていうのがいっぱいありますね。昔の曲 代わりと素敵な曲が多いっていうのは最近私は。を知したので。昔の曲の中でも。聞きたいなと。思う曲があります。ぜひ聞いてみてください。そうねー、うわあ、嬉しい。すご。続いて。ええー。咲子さん。です。 ありがとうございますあ、違うわラジオネーム書いちゃってごめんラジオネームペペロン大臣さんペペロンを作るときは麺はどこのメーカーを使っていますかシンプルなパスタなので小麦の香りが強い麺の方が美味しくなりますよおすすめはバレッタの1.6ミリですぜひ試してみてくださいうわめっちゃいい情報これは あーいいね押したいのにログインしてないか押せないや後で見たいなもう一回ちょっとママに見せなきゃあ私が使って今使ったのはママパスタママってやつわかる <laughs> ママってやつですあれめっちゃよくない分かんないいやいいねあったからってだけなんだけど パスタね私ママがすごいペペロン好きだと思ってさ作ってたりしてたんだけどママが好きなのってトマトクリームソースなんだって <laughs> えー、知らなかったんだけどっていうママの情報を入れてみた <laughs> そう <laughs> なんだかなでもちょっとパスタについてもやっぱ教えてほしいね。 やりたいの友達が家に来てさ「お腹空すいたなんか作ろうかうんペペロンチーノでいい」って言ってめっちゃ美味しいペペロンチーノを作ること皆さん楽しみにしててくださいみんなの好きなパスタは卵カルボナーラわあ私カルボナーラめっちゃ好きなんあ間違えためっちゃおいしそうに見えるんだけど生クリームが入ってて食べれなくてショックです。 つるつるだからオイル系のパーサーに絡みにくい。知らなかった。それをもっと早く聞いていれば。なるほどみんなみんなにみんなにいいね。もっともっとき聞けばよかったよ。ありがとう。続いて、ね、ラジオネーム馬の羊さんです。ありがとうございます。ネットとかメールとかなかった時代の恋愛をどう思いますか。そういう時代に家事を学生だったらどうしますか。 あ、なんか、え、めっちゃラジオっぽいじゃん。え、いいね。素敵なものやわ。恋愛について語ることって私、一回、雑誌、なんだっけ取材で一回恋愛の話をしたことがある気がしますがい、いや、あんま話したことないか。ないと思いますけど。面白いね。恋愛、な、そうね。今の時代は LINE とかあるもんね。電話とか。私は本当は、 ママとかの時代に生まれたかったなって思うことがすごい多いんですよ。うん、うん、思う。なんかこう公園とかで何のものも何のものも持たずに遊んでたりしたかったなって思ったりします。すごく便利なんですけどね SNS とかあるのって。思うんだけどね。 今の時代に生まれてよかったって思うこともあるんだけど私は多分アナログが向いてるんだろうなって思うことが本当に多くってうんそうなんだよ、うん、だからね憧れます私は多分学生だったらお手紙を書いていた気がします <laughs> やっぱり根本が人見知りだしもし好きな子ができましたって 言わ,れたらあ言われたじゃないもう好きな子がすごいどうしても好きな人ができたら絶対に面と向かって告白はできないと思う <laughs> わかんないなうんお手紙じゃないかなお手紙を書くと思いますすごーく簡素な文で書くんじゃない?「です好きなんですけど」みたいな。 書きます分かんないけどもしだけどねうん告白はしたくないけどねだって無理だビビリやもんフ <laughs> <laughs> ほんとにえうち多分ダメなんだと思ううん 多分ね、向いてないんですわだから考えたくないです一生恋愛のことについては <laughs> わかんない嫌 <laughs> ですもんなんかビビりなんでただのビビりなんではい <laughs> はいはいこれは大変ですわ 基本的インドはコミュ障人見知りっていう、まあ、3点セットなんでね私割ともらったら嬉しいよね <laughs> いやもう受け身これが「ザ」「モテない」っていうやつなんですね将来が不安ですね <laughs> でも学生とはこんな感じかなじゃ続いていきたいと思いますラストですかねお便り うん、どれしよう。ラジオネーム！本名オッケー！ごじしまあやさんからです。です、ね、いや、うちやんけ。<laughs> あ<ー>梶島先生こんばんは。読められ読まれたら初です。っておめでとう。どのみちアッピー素敵な曲ですね。ありがとうございます。新曲ですね。梶島先生は次に作曲するとしたらどんな曲を作ってみたいですか？ あと作詞にチャレンジする予定はありますかお<ー>すごい <laughs> 新曲「どのみちハッピー」は聞いていただけたでしょうかフあ、<laughs> どうなんだろうみんなにとって素敵な曲って思ってもらえたらいいですよねうん作曲 次かうんでも次は自分が好きなように作って自分が歌いたいかもしれないうーん分かんない気分がなあるからなその時ギターの曲とかがいいかななんだろう でもソロ曲をね作っても披露するところっていうのがなかなか見つからないよねうんだから分かんないです <laughs> ね。うん、ねえでも面白そうです作曲は。 先生杉浦先生とかに言ってもらったんですけど曲を作るっていうのを意識していくといいらしいです思い立った時に録音したりとか思い立った時にギター弾いたりとか癖をつけていくことがすごい大切らしくてそうなんだって思った <laughs> すごいよねいいわね そして作詞うわー作詞はどうだろうできるんだろうかすっごい中身の薄っぺらいものになったりしないのかねでも何かやってみたいとは思いますうん恥ずかしいよねでも作詞するのってさ 本当は作詞作曲梶島やってめっちゃかっこいいけどね <laughs> でも作曲家なんかすっごいへなちょこな曲を作りたいなとは思うけどねうんうんなんだろう無意味な曲みたいなんだろう例えばだけどさ 君と同じ椅子に座りたいとかずっと言い続けてるさ曲とかさ「君の椅子になりたい」とかずっと言ってたりとかさじゃ椅子画面の前にあるからなんだけど今 <laughs> そういうなんか無意味な曲を作りたいです意味なんてない曲を作りたいですね <laughs> ああ TikTok 向き <laughs> いやなんかそういうのを作ってみたいですけどねいや挑戦はね いろいろこれからもしていきたいですわはい。これからも頑張っていきますよろしくお願いしますはいありがとうございましたということでどうでした最後まで聞いていただきありがとうございます明日はですねちょっと早起きしなきゃいけない案件があるんですけど頑張りますが皆さんも明日7時から配信すると思うのでよかったら よかったら見に来てください <laughs> こんな感じです大丈夫できてたらラジオっぽくしてみたけどたくさんのお便りありがとうございます今度また読みますね今度また読みますね前回「かじらじ」やったのがすごいえ十10月だあちょうど曲作ってたぐらいの時じゃんショールームイベントやってる <laughs> いいですねた。定期的にやっていきましょう。コーナーができると面白い。確かにコーナー作ろう。またそれも皆さんに集めたりしようかな。はい。ということで本当にありがとうございました。皆さん。明日の朝は占いがあります。カチカチ占いもありますし明日の朝のパンパンむくんでる会社も見れるので皆さんぜひ見に来ていただけたら。 嬉しいですそして目指せラジオ番組ガ無理ゲットですねはいそれでは皆さん最後まで聞いていただきありがとうございましたじゃあ夢に梶島が出てくるよみんなよろしくどのみチャンピーエンドポチしてから寝てくださいねあと TikTok も TikTok も見てから寝てくださいねそれではお手を拝借せの以上ですありがとうございました さよなら。いいやんなんかラジオポケてああバイバイ。<laughs> 楽しかったみんなありがとう。おやすみ。